はいどうも、ピーちゃんと申します。皆さんプロスペースやってますでしょうか？ということで、今日はこの選手使っていきましょう。はい、2020年シリーズ1で登場した坂本勇人さん、リアタイで使っていきましょう。はい、ということで、この坂本さん、今日のね、昼にショート動画で上げたと思うんですけど、今来てるフェスタで、金玉の S ランク契約書で、坂本さん見事にね、引くことができました。いや、最近ちょっとね、引きが良すぎて怖い。本当に怖い。ということでね、まだね、この坂本さん継承しておりません。で、なんでかというと、はい、見てもらって分かる通り、この坂本さんから、私継承させようかなと思います。ミパ A のね、守備 A 積極の坂本さんから、継承させようかなと思います。やっぱね、この特能が変わったっていうのがやっぱ一番でかいかなっていう感じで、ね、超広角になったし、固め打ちが消えて存在感になった、全部自分で解決できる特殊能力になったっていうのと、まあね、守備 A の坂本さん、多分正直自分持っててもあまり使わないんですよ。もう和夫さんとか中地とかで、まあ、正直いいかなっていうところあるんで、やっぱね、その2人を差し置いてまで使うんやったら、やっぱ超広角、その2人にない超広角っていうのと、あと存在感、まあね、まあ、守備固めでショート使うんやったら、まあ今後ね、TS とかで、ま、ワンチャン出る源田さんとかでもいいかなって思ったんで、まあ、もう継承させてしまおうかなという感じで、思います。自分ね、どうせこの坂本さん使わないんですよ。和夫さん使っていこうかなって思ってたんで、もうね、この際、ね、もう自分がね、これを継承して、新しい坂本さんの使用感とか、まあ、守備とかをね、みんなにね、どんな感じか見てもらえるのがやっぱね、第一かなと、思ったんで、私も継承させていきたいなと思います。はい、ということでこの坂本さんに、継承ですね。で、まあ改めて言うんですけど、継承の仕方はもうみんな知っとるかな。まあとりあえずね、特殊能力は3まで上げて、特訓も5まで上げてから継承ですね。はい、ということでやっていきましょう。坂本さんありがとうございました。渋谷坂本さん、さようなら。また会う日まで。はい、ということで継承しました。もう後悔はないよ。大丈夫大丈夫。はい、でレベルが5かな。5を上げて、はい、4000坂本さん爆誕からの、まあ、爆誕からの多分選手寮に坂本さんの A が1枚あるけん、これを称号と。でもうね、せっかく守備 A を、わざわざこの通常坂本さんに継承させたんで、ミパ A 同値狙いましょう。驚異のスラッガー1点狙いになるのか。まあいいでしょう、やってありましょう。行くで。もう欲しい、もう本ここ言いますよ。言います。脅威のスラッガー1点狙いカモン。今の俺なら引けそうな気がする。カモン、打撃を極めし者。まあ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 、もうミートがね、上がる分はもうリアタイ的にはめちゃくちゃいいかなと思います。はい、ということで今日はこれで使っていこうかな。ショート坂本さんで、ショートに入っとった和夫さんが DH に入って、で、あとちょっとこれね、うんちくなんですけど、まあ多分知ってる人も多いと思うんですけど、坂本さんが一番憧れてた選手、それが松井和夫さんなんですよ。ってことはもうこの 1,2 番でいきましょうや。この 1,2 番でいきましょう。1番松井和夫、2番坂本でいきましょう。さあ、このね、この 1,2 番はええよ。めちゃくちゃかっこいい。てか坂本さん今回、坂本さん今年バリ写真かっこいいね。ということで早速リアタイで使っていきましょう。はい、ということでマッチングしました。対戦よろしくお願いします。ということで先行もらいました。やっていきましょう。いや、和夫さんから坂本さんはマジでいい。てか能力めちゃ下げられた。さあやっていこう。はい、ナマッチ。もうね、和夫さんね、バリ打ちやすいっす。和夫さんバリ打ちやすいです。もう大好きな選手で、こんだけ打ちやすくて能力も強かったら、はい、全出し全出し。もうね、固め打ちが消えた分ね、自分で解決できるこの最強特殊能力超えろ。これなんよ、超広角は、超広角はこれなんよとか言ったけど、今ガヤ全身やったかな。まあまあまあ、いいでしょう。
あれもしかしてストレートしか投げてこんのかな。なことないよね。え、ストレートしか来ねえじゃん。で打てないっていう。オッケー、もうストレートしか来んだったらもうストレートにガン張りしよう。なあ、でワンシームなんや。なんかすげえ配球やな。もうスライダーとかもう払んでいいかな一切とか言ったら来るやんね。これなんやろうねこれ。はい、ナイスパッティング。これ先行取ってるんでもう一回回したいな。このツーアウトストレートで抑えられたらマジでなえる。はい、よいしょ。さあちょっとね、守備はカットしてると思うんですけどちゃんと抑えてきました。でここでまたね、誰だ坂本さん、坂本さんに回していきたいなと思います。やーべえ、使ってみた動画なのに忘れとる名前最悪。さあ回しましょう。 OK、 ナイバチ。今ちょっとね、あの超高速の練習をちょっとやってるんで、あの変化球引っ張ったりっていうのがあると思うんですけど、そこは申し訳ない。さあ回れ回れ回れ。一郎さん三塁打無理か。はい、とりあえず和夫さんまで回した。で和夫さんはもうバリバリ打ちやすいんで多分打てます。うん、多分打ちます。和夫さんよいしょー。もう和夫さんはやばい。俺の和夫はアーチストやな。んで、あー存在感だけね。オッケー、でも存在感ミート上がるんでめちゃくちゃいいっすね。で広角ない。さあこれ、よし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 。まあとりあえずヒット。ホームラン打ちたいね。ちょっともう回ってこないと思うんで次の試合行きましょうか。はい、ということで2試合目マッチングしました。対戦よろしくお願いします。ということで高校っすね。高校もうピッチングは、カットしようかなと思います。なんかね、おもろいこと起きたら流そうかな。まあでもそう簡単にはね起きないんで大丈夫よ。藤波くん3点取られようがね、こっちの1番松井和夫、2番坂本がもうすぐ点取り返してくれるんで大丈夫。さあということで和夫さんは終えて外駒さんですね。さあもうさっきも話したんですけど、和夫さんはもう大丈夫だと思います。絶対打ってくれると思います。 S かこれ、うん、S コバね。いや超えろ。はい超える。これが和夫なんよ、これが和夫なんよ。で全打し、いやいいよ、超広角パーヒー。これはホームラン打ちたい、マジ打ちたい。打つぞってか、打ちたいんじゃなくて打つんよ。いやでも広角やけん抜けた。 OK、 はい、この2人でまず1点。いやーというかちょっとこっからね余談なんですけど、これ坂本さん皆さん継承されます？やっぱね継承迷ってる人多分結構多いと思うんですよ。やっぱしびれ坂本さんから継承させたくないとか、あると思うんですけど、まあそこはね、坂本さんのまあみんなの使い方にもよるんですけど、まあねどうするかはちょっと、じっくり考えてしていいかなと思います。やっぱ守備への坂本さんって結構やっぱ貴重なんですよね。はい、ナバチ。やっぱねショートで守備 A で広角持ちのミート A パワー A の守備積極の坂本さんってやっぱりね、かなり強いし、やっぱねやっぱり特能がねいくら超広角に変わって固め打ちがね存在感に変わったって言ってもやっぱそこの守備の面の変わりは効かないので、そこはね確かに継承悩むところではあるけどね。でもね正直今後ね源田さんの TS とかがいずれ出るとするんやったら、あの守備 S のやつが出ると思うんですよ。でそしたら坂本さんって多分使わなくなるじゃないですか。まあ使うっつってもまあ代打で、じゃあ代打やったらどっちを置いた方がいいかって言われたら、やっぱそれこそ超広角存在感の坂本さんの方が代打としては適性があるんで、まあそう考えたら継承でもいいのかなとか思ったりしたりするんですけど、やっぱもう直近で大会が来るんで、まあ守備 B の坂本さんよりかはやっぱ守備 A の坂本さんの方がねやっぱ守備の面では、いいかなとは思うんで、大会終わってから継承しようかなっていうのも、一つの手ではあるかなと思います。はい、とマッチングしました。対戦よろしくお願いします。ということで先行取れましたね。でお相手は佐々木千早さんですね。ちょっと球種が分からんけんちょっと不安ではあるけど、
でね、これもちょっとあれなんですけど、やっぱね、使ってみたの動画を撮ってる選手、まあそれこそだけ今日で言うと坂本さん、やっぱ坂本さんを使ってみた動画を撮影するときってやっぱ坂本さんの打席めちゃくちゃ気持ち入るんですよ。だけん本来打てるはずの球がホームランにできなかったりすることあるんですけど、もうそんなのね言い訳にしかい、和夫さん3試合連続ヒット、もうそんなの言い訳でしかないんで絶対打ちます。はい、もうホームラン絶対打ちます。広角出なかったけど、もうそんなん知らん。もう4000坂本さんは打てる。あ、進化とかあんのか。さあ広角あったらね芝居でもよかったけど、いやちょっと打ちてえな。ちょっとカットしようかなこれ。すいません、回ってくるまでカットしようと思ったんですけど、ここで赤堀さん来ましたね。なんか回転がなんだ変わったのか変わってないのかちょっと用途わかんないんですけど、確かになんか打ちづらくね。あーでもあれは横曲がりする回転なんや。あーこれはちょっとわかるかもしれん。うん、ボールやもんね。今のは左に切れるってわかったんで、ああこれわかるな。まあ中地になんか回りそうやね。中地じゃねえわ、和夫さんだ。和夫さんじゃねえわ、坂本さんだ。やば坂本さん、今日の使ってみた坂本さんよ。もうダメだ。はい、マッチングしました。対戦お願いします。4試合目かな。でさっきね赤堀さん、ま、回転は分かったけど、やっぱねあんな回転見たことないんで、やっぱね慣れがちょっとね必要かなと。でお相手平さんは球種わかんねえ。まあでもね和夫さんなんで、まあ打ってくれるでしょう。今のところ4試合連続ヒットよ。いや和夫さんマジで神だ。和夫さんマジで神だはい、坂本さんですよ今日の主役は。で超広角出らんかったか。でも打つぞ絶対。でも打つ、広角なんて関係ねえ、打つぞ絶対。いやーそれスライダーやったら打っとったな。フォアボールだけはやめてね。振ればよかった、振ればよかった。振るかめっちゃ迷った今の。はい、と回ってきました。さあ全出し、ここ絶対打つぞマジで。絶対打つ、全出し消された最悪。で堀江さんか。いやーちょっと存在感消えたけど、相手タイピンチやけど大丈夫、ここマジで打つぞ。よしよしもう気持ちで打った、今のは気持ちで打ったマジではい、ということでいかがだったでしょうか。この坂本さんはねやっぱね超広角に変わったっていうだけで、やっぱねなんかねやっぱこの 10% 上がっただけなんですけど、やっぱねめちゃくちゃ超広角が発動したかなと、思います。であとね見てもらって分かった通り、やっぱね全出しがもう自分一人で可能なので、その面はねめちゃくちゃ良かったかなと思います。でもね俺はやっぱり和夫やな。